あんなに青い綺麗な部屋が瓦礫の山でいっぱいになった時は唖然といたしまして天を仰いでいました。すべて完成した有様を見た時には本当に地域の農業者はもとより私どもも一体この復旧には何がかかるんだろうかと途方に暮れる思いでありました。被災地の復興なくして日本の再生なし、その未来への責任を私は総理大臣として果たしてまいります。明るい兆しが見え始め、復興への希望が湧いてきております。最高ですよね。今まで、ね、あの仮設とか避難所にいた時よりは広くて、公園もすぐ近くにあって遊ぶのにはいいかなと思いました。こんな街が私は大好きで、いち早く戻ってきた一人です。少しでも町民の今を市長に向けている気持ちが少しでも前向きになれるようにここをオープンしております。お客様が相変わらずいっぱいこうこの三三商店街にお越しいただきまして感謝しています。引き続き全国の皆さんに来ていただくのは私たちの一番の復興になりますので、造園工事が1年目、2年目、3年目には 100% 戻るということで、本当にありがたい思いでいっぱいであります。漁業水産の復旧は、とても早くてですね、震災前の水準にいち早く回復いたします。ございますけれども、もう一度福島の方で、再生しようという形で震災後半年で操業の方ができるようになります。レストランで使ったりこちらで販売をしたりということで、いわゆる独自産業化ということをですね、やっています。陸前長野のです、ね、地域操業率は全国の市町村別で見て大事なんです。小さなスモールビジネスですけど生まれてるんですね。福島にある地元の企業としてのやっぱ使命として、こちらの再生可能エネルギー関連製品一大のビジネスとして、今後はですね、国内だけではなくできれば海外も含めて輸出することを考えていきたいと思っております。この3年間で30回近く被災地に足を運んできました。被災地の皆さんのふるさとへの情熱、それが大きな力となって復興は確実に前進している。被災地を訪問するたびそう強く実感しています。被災地の皆さんの熱い思いを私たちはこれからも全力で応援してまいります。